どうも皆様、本日は大変ご不便をおかけして申し訳ございません。ただいまから塩山駅へ直行いたします。夕方普通だった道路が開通しております。今までよりも10分ぐらい短縮しまして、約30分で到着いたします。で、塩山駅では一番乗り場にサンライズイズもお待ちしております。約30分、申し訳ありませんがご辛抱お願いいたします。東京駅なんですわ。お待たせをいたしました。博物館ご利用の方には大変ご迷惑をおかけしております。地震のため根尾塩山間が不通になっており、ご利用のお客様には大変ご迷惑をおかけしております。この電車は臨時特急やくも92号の岡山行きです。3両とも自由席です。タバコを吸うことができる車両は2号車おタバコ2号車でございます。次は2ミリ止まります。21時28分、備中高橋21時53分、倉敷22時14分、終点岡山には22時27分です。岡山到着は22時27分でございます。時速約92号の岡山行きです。お待たせをいたしました。ありがとうございました。次は終点の岡山でございます。博美線ご利用のお客様には地震の影響で大変ご迷惑をおかけしております。次は終点岡山です。15番乗り場に到着です。出口は右側ホーム右側です。お忘れ物の内容をご用意してお待ちください。乗り換え案内です。新幹線ご利用の方、上り新大阪方面、光386号新大阪駅は22時34分で3番乗り場です。光386号新大阪行き22時34分3番乗り場です。次ののぞみ502号新大阪行きは22時51分で3番乗り場です。広島方面、光387号広島行きは22時46分で2番乗り場、のぞみ29号広島行き23時15分2番乗り場です。小玉595号三原行き23時30分で1番乗り場です。在来線乗り換えです。山陽線の吉永行き22時47分で15番乗り場です。四国方面、宇野行きは22時37分で12番乗り場、快速のマリンライナー67号高松行き23時ちょうどで11番乗り場です。赤穂線は23時31分発備前片上行きは10番乗り場、津山線津山行き23時3分16番乗り場、吉備線周り総社行きは22時53分です。今日は臨時特急やくも92号ご利用いただきましてありがとうございました。まもなく終点の岡山に到着です。15番乗り場に着きます。お出口右側です。ホーム右側でございます。新幹線ご利用の方は近くの階段を上がって2階、新幹線乗り換え改札口の方へお越しください。ご案内は JR 西日本の三谷でした。ありがとうございました。